関西ジャニーズジュニアリトル関西の東丸ゆくと大西修吾です。よろしくお願いします。この番組は僕たちリトル関西がメインパーソナリティを務め、関西ジャニーズジュニアのメンバーを交代でゲストに迎えてありのままの声をお届けしていく番組です。今月8月は僕たち2人でお送りしています。ということで、あ、8月28やったらもう学校始まってるか。あ、そうなん。結構、いや、でも僕はなんか8月25で小学校の時始まって記憶が、僕もありますね。あるか、なんか、まあ、場所によるんじゃないですか。年々短くなってますね。アメリカとかやったら9月まであるんで。すごいな、はい、行きたいな、はい、ということで皆さん夏休みやからといってゆっくりしてられないですね。夏休みとかね、僕たちは夏休みの時に松竹座とかで仕事あっても頑張ってますよ。頑張って宿題やりましたよ。え、俺なんか7月中に終わらせてたから。あ、さっきやるは、うん、俺後からやるは、自由研究は親にやってもらってたはい、で皆さん頑張ってください、はい、皆さんぜひトレカンを聞きながら SNS で一緒に盛り上げてください。番組のハッシュタグはハッシュタグトレカン、ひらがなでトレに漢字で関西の関。というわけで今週もよろしくお願いします。お願いします。さて今週のオープニングコーナーはリトルタイムチャレンジ。はい、先週の対決コーナーでですね、あのフーさんが対決に勝ちましたので、フーさんのリトルタイムチャレンジをやっていただこうと思います。初めてやんね。はい、はい、頑張ってください車で聞くラジオのテンション。はい、はいはい、このコーナーではですね、リトル関西のメンバーが個人宛てのお便りを3分間で3通読んでサクサク答えるコーナーです。1通につき制限時間は1分、時間が来たら強制終了ということで、お便りください。これですかね。あ、はい、まだ読んでないですか。はい、ふうさんはなんか抜き打ちで行くみたい、抜き打ちというかぶっつけ本番で行くみたいですね。1分いけます、そのストップウォッチの使い方。ピーして聞こえ、なんかやばいこと小刻みで言ってるラジオみたいな。モールス信号とかでさ、なんかやばい、違いますよ。そんなんないですから、ね。今連打しただけですから安心してください。はい。はい、というわけで、じゃあ準備 OK ですか。はい。それではフーさんのリトルタイムチャレンジスタート。岡山県千春。ふがくんこんばんは。以前ふがくんに金髪似合ってるよって言われて金髪を続けてるって言いましたね。私は金髪のふがくんが世界一大好きなので、このまま金髪が続けばいいなぁと密かに思っております。そこでふがくんがここからやってみたい髪型、髪色があればお聞きしたいです。あー、なるほどそうだね、まだピンクをやってみたいよね。まあピンクやってみたいな。薄ピンクやん。ピンクはやります、やります。これはもう、お、はい、誰が何をか言おうとピンクはやります。誰に怒られてもやりますよね。うん、5 4 3、マジかよ。2 1。あピンクやるの。ピンクやるの。確かに、まあ。いや、これちょっとメールが悪いわ。ああ、それはちょっと。ちょっともうちょっとひねって、もうちょっと、あの、おもろいやつじゃないと選ばれないよ、次は。確かに、紫の衣装にピンクの髪型合うかもね。そうね。ちょっと見てみて、楽しみやな。はい。というわけで、次行きたいと思います。はい。スタート。大阪府、ゆい。ふがくん、こんばんは。私は大阪に住んでいるのですが、この前、京都に行った時に、関西にある京都でもエスカレーターは左側に立つということに驚きました。ふがくんは京都で大阪や京都と大阪の違いで何か変だなと思ったことや不便だなと思ったことはありますか。いや、でも近畿地方やからそんな変わらんよ普通に考えてなくねだってえ、逆にあります。ねえ。やつ足もそんな食わんし。不便だなって思う。不便だなと思うことよ。まあでもエスカレーターって別に立つとかもう最近ないし、止まってやった方がね、いいんじゃないですかね。住所長いとか聞くよね。うん。ありがとうございました。これはゆいさんが悪い？うん。
いや、ちょっと、いやもっと面白いのを着てるはずなんですけど。あら。ちょっとこれは、ちょっとファンの教育風産してください。逆にゆいさんはどう思うの？違いを感じるの？変だなって思うことがあるの？あるんじゃない？一個でもあるんやったらまた送ってください。あ、ゆいさんの違いで不便だなと思うこと？はい。僕はなかったです。じゃあ、計3通なので。はい。あともう1つ。あ、毎つありますか。というわけで、リトルタイムチャレンジ、スタート！あら、時間稼ぎタイムある。今頭かいてる。兵庫県、キララさん。ふうがくん、こんばんは。突然ですが、私は今、めちゃくちゃカレーが食べたい。私のお母様、冬は大根カレー、夏は私リクエストの焼きナスの乗ったカレーを作ってくれます。ふうがくんは時々カレー、ふうがくんから時々カレーを聞きますが、大西家のカレーはどのようなものですか？また、カレーにこだわりますか？よければ教えてください。じゃがいもと人参と玉ねぎと牛肉です。普通に。はい。それなんですけど。まあ、サラサラが好きですね。ルーは。サラサラ派。はい。なんで？いや、美味しいよ。サラサラの方が。嘘？そんな感じかな。大根カレーって美味しいの？大根ってすごいよね。うん。ある。嘘でしょ。え、でもサラサラが好き。ふがサラサラ、ふがサラサラが好き。ふがサラサラが好き。いやでも、大根カレー、回収した。大根カレーってすごない？食べてみたいな。普通にそっちの方が今気になってもうたわ。え、でもふうさんなんか一回コンサート始まる前にレトルトのカレー食べるみたいな習慣つけようって言ってたやん。あれやめた。あれやめたんや。多分それとか言ってたからよく聞くって言ってたんじゃない？いや、で、気聞かして事務所の人がクソ大量にカレーだ、ね、くれてん。あ、全然食えへんくて。一郎さんみたいなこと。そう、一郎さんって絶対朝やったっけな、夜やったっけ。毎日食うねんな、絶対。それに、それを学校で見てん、高3の時。まだルーク入ってない時よ。あの、高2か、じゃあ。の時に見て、で、まあ、トアとかおらんかったけど、その時は。見て、あ、これ、すげえってなって、かっけえってなって。やり始めた。まあでもそんな感じですね。まあでも今回のチャイムチャレンジはちょっとあのお題が悪いわ。なるほど。じゃあこれが気をつけてください。フーさんにリトルタイムチャレンジを送る人。はい。ユイさんと千春さんとキララさん。さらした。はい。あの名前さらしたぞ。まあでもいやいいよ。これが違うこれが基準普通のお便りやったらいいけど、やっぱリトルタイムチャレンジっていうのは。ちゃうかなっていう感じかな。なるほど。いや、送ってくれてありがとうございます。とりあえずそれは、ね、感謝、それは感謝で、あの選ばれたことも結構あのいっぱい来るので、その中で選ばれたことは運がいいということですけども、ちょっとひねったのが欲しいね。他の聞いてないかわからないけど、なるほど。多分他のみんなもこんな感じになってると思うね。はい、終わりです。ありがとうございました。はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。はい、カトゥーンさんでピュアアイスです。はい。亀梨くんのソロ曲なんですけども、はい。めっちゃいい曲ですね。あれか。はい、かっこいいやつ。あ、僕が好きなタイプの曲なんで、ちょっとぜひ聴いていただきたいなと思います。はい。はい、勝野さんでピュアアイスです。関西ジャニーズにはリトル関西の大西優雅です。最近ハマってることは、入浴剤を、手で潰すことです。関西ジャニーズには取れたて缶ジュースは神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。というわけで、改めまして関西ジャニーズジュニアリトル関西のトーマルクと小西がです。さて、ここからはお便りを紹介していきたいと思います。ここから4週分の元気を取り戻していきます。あら、はい、いきますね。じゃあ、はい、ラジオネーム強い人は優しい、うん、強い人は優しいさん、うん、ルーク君、フーガ君、こんばんは。こんばんは。私事ですが、ホットヨガを始めて早4ヶ月、週4のヨガが習慣になり、体に変化が出始め、喜びを感じております。ホットヨガといえば、ルーク君は、サウナスパ健康アドバイザーの資格をお持ちですね。どちらの頻度でサウナに通われていますか？また、お二人が始めたい趣味や習い事があれば伺いたいです。私はいずれ、空手か柔道を習いたいです。ルーク君大好き！リトカンちゃん大好き！
ということで、ありがとうございます。ちゃんとルーク君大好きの後に、かっこ CV 松浦さんって書いてますね。あの、松浦恵子さん。あの、お笑い芸人の。はい、存じ上げてます。僕が大好き。面白い人ね。はい。まあ、みんなに動画見せたから。なんでやねんの人やな。足で蹴る人。なんでやねん。あれ面白いな。ちょっと、バレエ大好きやで。ああ、それが落ちやもんな。そう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 。え、サウナの話、ホットヨガとか習い事で関係ですね。サウナは、はい、僕も最近行きますね。整うってことを、ね、覚えた。ピーナッツくんで学んで、ピーナッツくんもめっちゃサウナ行くんよ。あ、そうなんや。で、ソロサウナとか、月100万、あの、入会金100万のとこ行ってみたり。なんか、東京の、なんか聞いたことあるかも。そこ行ってみたりとか。都市伝説やと思ってた。ガチやね、あれ。そうなんや。なんか、俺、整うって感じで、一発目で来ちゃって、初めてやった時に。いいやん。くらーっていうのは、立ちくらみじゃないんやけど、うん、でもなんか、ああって感じで。だから、まだわからないんですけど、初めての時3回やったら頭痛くなっちゃって。ああ。そうなんですけど、あの、肌が白くなるよね、サウナ行ったら。そうなん？僕めっちゃ肌白くなるんですよ。え、すごい、なんか、新たな効果出てるやん。え、新たですかこれ。え、これ大丈夫なんですか？いや、いい、別に、そんなやつは、あの、あれですよ、サウナスパ健康アドバイザーの本に書いてなかったです。はい、肌が白くなるかどう。あ、そう、テキストが送られてきて、はい、それで勉強して、テストするみたいな。なるほど。はいはいはい。サウナ、どの頻度で行ってるか。いや、ちょっと最近行けてないんですよね。やっぱり、その、まあ、この状況っていうのもあって。お仕事も忙しいし、うん。そうそうそう。やっぱ、オフがあっても、ちょっと踏みとどまりますね。怖いんで、やっぱり人が多いところは。俺、ホットヨガとかしたことないねんけど。何ホットヨガって、暑いとこでヨガする。暑いとこでヨガする。汗かきやすくなるから。4ヶ月もよ、続くな。ほんまやね。週4のヨガって言ってんで、だって。すごっ。4ヶ月週4って。120回してるな、多分。え、120は言い過ぎか。ごめんごめんごめん。体に変化が出始め。70回ぐらい。それぐらいか。うん。体に変化を。え、習い事なんかしたいのあります？僕は、最近、ハリーポッターにハマってて。はあ、ははあ、で、その、セリフも全部完璧に言えるんです。やばガチハマりやん。まあ、魔法学校に行きたいですね。習い事というか学校に？いや、マジで、もう、ほんまに行きたい。え、何だっけ ?7 と4分の3番線やっけ？いや9と4分の3番線。あ、9と4分の3番線か。あ、合ってるよね。あの、あれよね。ロンとハリーが初めての時は、ポンって、怖がらないで行ってって言われて行くのやけど、2作目かな ?3 作目かなの時に、あの、トビーっていうやつが出てくるんやけど、バーンってなって、で、トビーが止めるんですよ。うん、その9と、後々わかるんですけど、9と4分の3番線が。止めて、バーンってなるんですけど、で、そっから、あの、車で行くんですよ。で、ブーンって。空飛ぶ車。普通の人ってその魔法を知らないので、その魔法学校の人。びっくりすんな。なんか新聞に載ったりしちゃって、とかあったり、あとは、あの、アトラクションがあるんですけど、ハリーポッターの。うん。あそこのセリフ全部言えます。何回乗ったん？俺マジで100回以上乗ってると思う。ガチ？うん。こう、あの、城があって、こう乗って、で、空いてる時10分とかで乗れる。うん。平日とかやったら。じゃあもうこう、周回すんね。ま、もう一回。そのアトラクションを？うん。浮いてる感覚があるよ。あ、そう、俺も一回だけ乗ったことあるわ。あれめっちゃ楽しい。ほんで、ほんまにね、いや、見てください。あの、僕はおすすめは、アズガバンの囚人です。シリウス・ブラックがね、ちょっとね、まあ、これネタバレになっちゃうから言わないんですけど、いい感じなので。はあ。じゃあ、俺も見てみようかな。いや、見てみて、ほんまに。マジ？ほんまに。ハマる？ハリーポッターとチェーンソーマンはマジで見た方がいい。チェーンソーマン。チェーンソーマンも見た方がいい。まあそんな感じ。まあ僕は魔法学校行きたいですね。はい。なるほど。というわけで、ちょっといろいろ趣味の話になりましたが、はい、強い人は優しいさん、ありがとうございました。ありがとう。関西ジャニーズジュニアリトル関西の西浦です。最近ハマっていることは、ストップウォッチで、時間計ることです。関西ジャニーズにはトヨタで感じよさ神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。関西ジャニーズジュニアリトル関西の東間ルークです。最近僕がハマっていることはですね、まあ、本を持ち歩くことなんですけども、次どんな本を読もうかなと思って本を買ってお家に貯めといて、まだ読む本があるなぁと思うことが幸せです。
関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュースは神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。引き続き関西ジャニーズジュニアリトル関西のトーマルークと大西修賀でお送りします。それでは続いてのお便りを紹介します。ラジオネームいろはさん、はい、いろはさんからいただきました。ウーガくんルークくんこんばんは。こんばんは。お二人のラジオとても楽しみにしておりました。先日のラジオやブログなどでルークくんが最近本をよく持ち歩いているとおっしゃっていましたね。私も通勤時間に本を読むことが多いのですが、学生時代日本史が好きだったという理由からついつい歴史小説ばかり買ってしまいます。たまには違ったジャンルの本も読みたいなと思いつつなかなか手が出せていないので、ぜひルーク君におすすめの本やまたジャンルなどをお伺いしたいなと思っています。またフーガ君もお気に入りの本などがあれば教えていただけると嬉しいです。暑い日が続いておりますが夏松竹に向けて頑張ってください。お二人のご活躍をお楽しみにしております。ありがとうございます。何の話やったっけ。本ね。本ですね。本、フーさん本読む？な、読むよ。読んでる？お前ふざけんなよ。読むって。何？じゃあこれさ、マジさ、アナザーの時のさ、舞台のその人にもさ、はい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 、フーが多分頭そんな良くないだろうって言われて、俺みんなだけなんか考えさせられる絵本みたいな時、俺 DVD とクソ長い小説渡されてさ動画で見ろっていう。そう。いやでも見るよ。何読んだんですか最近おすすめの本。最近読んでない。最近は読んでない。まあでも小説は一番最後読んだんは多分あれかな、中学校の朝の読書時間で。めちゃめちゃ前や。あの、君は月夜に光り輝くの小説版かな。それか、君の水晶を食べたい。どっちかやったけど。なるほど。うん。日本史が好きだった。あれ、これ僕がなんか、ブログで言ったんですけど、うん、あのなんか、もしも徳川家康が総理大臣になったらみたいな本があんねん。うん。それめちゃめちゃおもろいねんやんか、うん、小説なんですけど、それちょっと歴史っぽいけどジャンルとしてはビジネス小説って書いてあったんで、うん、だからそれ読んでみてほしい。ちょっと歴史詳しいんやったらなおおもろいと思うから、だからこれねほんまに読んでみてほしいです。結構でかい本やからカバンの中に入れてたら重たいかもしらんけど、いやでももうその重さがさ、なんか本読んでる感あるやん、そのカバンに重い本が入ってると。そうね。なんかそれもなんか充実感あるし。うん。うん。あとはあれやね。ハリーポッター。ハリーポッターや。ハリーポッター。また出ました、ハリーポッター。でかいね。めっちゃでかいよな、辞書ぐらい。辞書やん、あれ。しかも上下であるよな。もう上下とか合わせたらマジ広辞苑ぐらいあるもんな。いや、ほんまに。いや、もっとある、もっとある。え、そうなん？うん。だって、絶対さ、小学校のとこにあったやん。あった。ミッケとさ、うん。あれはあったやん。あった。絶対。あと、デルドラクエストみたいな。デルドラクエスト。うわ、懐かしい。読んだことないけど。読んだことないけど、そう、あの、あんやけど、ハリーポッターでもね、小説読んだことないけど面白いと思うので。なんかあれさ、もう家具になるぐらいおしゃれじゃない？おしゃれ。ハリーポッターの。ハリーポッターおしゃれよ、ほんま。だから、賢く見えるよ。でも、歴史っていうの、歴史の好きな人。ああ、そうかもしれんね。わ、いいね。いいよ。ほんまや。そういう人好きやから。誰が好きなんやろ、日本史の登場人物。こういう人がいるがいと、織田信長とか好きかもしれん。ああ。織田信長怖いやん、ちょっと。怖いな。うん。俺は坂本龍馬好きです。俺は知らないです。はい。ごめんなさい。いろはさん、ありがとうございました。はい。続きまして、京都府のなっちゃんさんから。京都府。ふうがくん、るうくくん、こんばんは。こんばんは。私は人見知りでお友達がなかなかできないのですが、お二人はどうやってお友達を作ってますか？特に、ふうがくんは人脈が広いってよく聞くので、どうやって人脈を広げていってるのか教えてください。お二人ともお体に気をつけて、これからも頑張ってください。ふうがくん、世界で一番大好きです。ということで。絵文字すごいな。絵文字を送って、PN の絵文字みたいなやつもありますね。すごいね。人脈の話？人脈の話。人脈の話。人脈の話。なんか うさんくさいラジオみたいな。人脈が、言い出したら。いいよ、いいよ。でも夜っぽくない？ちょっと。あ、確かに。夜の、なんか、知る人が知る。人脈っていうか、まあ、お友達の話ですね。交友関係をどうやって広げたらいいかと。ふうさん、どう広げてってんの？知らんところでさ、うん、少年忍者のことも仲良くなってたりするやん。まあ、ハイハイとかも。未少年とかもそうやけど、俺知らんけど、いつの間にっていうこと多くない？ふうさん。でもどうなんやろ。自然に向こうが喋りかけてくれるな、俺は。ああ、それいいな。
とはコミュ力じゃない、コミュニケーション俺はないけど、俺はほんま皆無、あるやろマジなさすぎて困るけど、いやあるで、多分リチャルで一番あるって、その表立ってのコミュ力と、ああその普通に話しかけに行けれるっていうコミュ力って多分ちゃうやん。ああ多分表から見た時やったら多分西村くんとか、ああまあトアとかの方があると思われてるけど、多分そのこのスタッフさんとこんな感じで喋ってるんやっていうのが一番多いのやっぱりフーさんやん。いや俺スタッフさんが一番多いと思う。うん、なんか結構その事務所でもすごい役職の人にでも喋ってくれるな、うん、それがすごいよな。ようやらんわ、難しい。恐怖心をなくすことじゃない。あ、なるほどね。舐めてるわけじゃないで、そういう敬意を持ってやけど、うん、じゃない。確かに分からんわ俺ほんま自然やから。いやすごいよな、な、え、分からんな友達の作り方。あ、でもなんか持ち物を見られて、あ、これ何々やんって言われて、え、知ってるんって言って始まった会話も多いかな。え、俺なんやろ、え、でも普通にできる、どうなんやろ。でもやっぱあれちゃう、自分から動くことじゃない。多分相手から動くのを待ってたら3年間友達おらんくなったりするかもしれんから。せやな、そうじゃない、自分から動く。趣味全開に生きてたらいいんじゃない。いや、触れられたもん。だアニメの T シャツとか着てたらさ、それ知ってる？何やん？って言って、知ってんの？って。いけるやん、それでいいやん。うん、だ趣味全開の服装をしてください。そう、あとはちょっとね、もうほんまに喋りかけることやね。うん。そう、喋りかけること一番大事。だから動くことやね、自分で。頑張って、本当に。頑張れ。お前、人見知りの人多いよね、でも。俺、人見知りやで、ま。基本みんな人間人見知りよな。そう、怖いよ。だって、初めて会う人やもん、それだって。そりゃそうよ。でも3年、高校とかやったら3年間一緒になるんやから、それはもう喋るから、絶対自然に、うん。仲良くしといた方がいいに決まってるから。そう。うん、3年長いよ、高校の。すいません、もう僕の話は参考にしないで、ふうさんの話だけ参考にしてください。あ、そうな。はい。あ、まあいいですけど。じゃあ、なっちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さてエンディングのお時間です。今週のエンディングコーナーに流す曲は大西風雅くんに選んでもらいます。当時さんでスーパーオーシャンマンですね。ほう、いいですね当時さん。これもあのそのポップヨーズっていうそのライブでやってたんですけど、その時にいける人いる、いける人いる、いける人いるオッケーオッケーっての、あのずっとモノマネしてる俺は家でめっちゃこのためにいいスピーカー買って、え、音をガンガンにして、いける人いる、いける人いる、いける人いる、オッケー、オッケーって、歌詞も完璧。世界中また何か開けたいって、今多分流れてる。めっちゃハマってる。大事なことは何か言うタイプって。あの、モノマネして、あの、一回映像見て、これの。なるほど。YouTube に上がる。あの、さっきのピーナッツも上がってますから、どうぞ。あの人に見ていただきたいですね。はい、ということで、当時さんでスーパーオーシャンマンを聞いていただきながらのエンディングです。はい、お仕事はですね、毎週火曜日に我々リトル関西ジャニーズジュニアチャンネルの方で、YouTube の動画上がっておりますので、はい、ぜひチェックしてください。18時投稿ですかね。はい。なので皆さん要チェックです。面白いことを言えるように頑張るんで、はい、これからも応援してください。はい。ではここで番組エンディングのあまいお休みのコーナー。トルカン恒例のこのコーナーは毎週誰かが甘いお休みを言って番組の最後を締めくくるコーナーです。でお休みの担当はじゃんけんで勝った人です。最初はグーじゃんけんほい。僕はあーなるほど関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュースでは皆さんからのお便りをお待ちしています。メールは kjr@jocr.jp まで。郵便の場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西、関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュースの係まで。詳しくは取れたて缶ジュースのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは今週は関西ジャニーズジュニアリトル関西の東丸ゆくと大西風雅でお送りしました。あれあれここどこだ何やこれあれあれあれどこやろここあれ海の中や。あ、やばい、溺れちゃう。ぷはあ、これ夢だったわな。これ夢だった。あれなんか甘いな。甘い甘い。
最長の尺や。うわ。うわ、これは。砂糖舐めながら寝ちゃったから甘いんだ。甘いね。また来週も絶対聞いてね。バイバイ。おやすみ。え、OK よね、これは。バイバイ。OK です。